ンドロイドの湯は、まあ、こちらです。はじめまして、ゆうです。皆さん昨日はチョコをあげたりもらったりしましたか？これ皆さんよく見ていただくと、まばたきとかしてるんで、妙にリアルリアルだ。リアルですよね。もうどんどんタイヤパターンが蓄えられてくると、同じ発話にかなんていうか、質問に対しては答えがもう用意できてるわけで、徐々に徐々に自動化が、はい、進んでいくわけですね。で今ゆうちゃんは何パーセント現在一応対話データは4000パターンぐらい入ってて 40% の事実化って言ってるんですけれども、対話データと自発的発話ってのがあって、ゆうちゃんが勝手に、何か、周りを見てコメントするとかって、そういう自発的発話を組み合わせると完全自立でもある程度喋れちゃうんですね。アイドルのような綺麗な人というか、人の理想の人が理想とするような人っていうのは、もしかしたらアンドロイドの方が適しているのかもしれないと。まあよく冗談で言うんですけれども、疲れないし、いつもニコニコ笑ってるし、トイレにも行かないです。で、そういう僕らイメージ、アイドルの人にありますよね。でも本当にそういうことができるのはアンドロイドだけですよ。だからしゆうちゃんがその人気を持ってくればですね、本当の意味で、存在、社会の中に存在するようなアンドロイドを作れるんじゃないかなというわけですね。六本木ニコファーレの壁面に流れる視聴者のリアルタイムコメントを見て、事前に生放送で学習しているゆうちゃんが返事を返すというものです。質問が来ましたね。質問というか意見もありますけれどもね、お返事はあるでしょうか？テキストでデータがインプットされて認識間違い、緊張しちゃいますね。いきなりですね。緊張するんですね、ゆうちゃん。じゃあもうちょっと優しい質問からしてやってください。驚きですか？こんにちは、こんにちは。かわいい、ありがとうございます。寒いですね。外はすごい寒そうでした。これはすごい事実、全部事実ですね。すごい。今日は何で、何も。すごい。ありがとうございます。はい。まあ、あれです。生身っていうか、このアンドロイドは答えるとちょっと気にしますよね。何歳？私は22歳です。この環境合ってるような気がしますね。コメントがざーっと流れて。22歳。答えてる。生まれた時から22歳ではあるんですけどね。これすごい、ね。高いね。ありがとうございます。なんか嬉しいです。一応22歳として作られたんですけどね。美人すごい。本当またまたお世辞でしょ。こういうかわいい、ね、かわいいですか？照れちゃいます。先ほどとは違う回答をしました。私怖いですか？ぐぬぬ。怖くないよ。私、怖いですか？ぐぬぬ。さっきも言ったような気がしますが。ぐぬぬ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 。さっきも言ったような気がしますが。なんか危ない学習してる。ぐぬぬ。なんかね、ぐぬぬが気に入っちゃってますよ。円周率どこまで言えるの？3.14159265353 ぐらいです。円周率全部覚えるのはなんかメモリの無駄な気がして。すごいですね。生のゆうちゃんが放送してる DJ やってるところを見ていただいても結構ですし、ユーザー生放送で見ていただいても結構。ゆうちゃんに、インフォメーションスタッフとして館内のお客様を案内していただければということですね。Thank you.
かけるのでしょう、いいと思います。だいぶなんか雰囲気が違って見えますね。もうこの時点でリアルアイドル超えました。こんなに接写できないから。2年後しか、4年、3年後しか、1回潰れてるし、何やろ、お金が足りない。